はようございます。今朝のね7時20分です。昨日のね夜はだいぶ風強くてね、なんか今ちょっと表出たらゴミとかがね転がってたんで拾ってきたんですけど、のんちゃんまだ寝てますね。よいしょ、昨日のね鍋の残りがあるんで、それにご飯と溶き卵と入れてちょっとね雑炊でも作ろうかなと思います。チキンカレーを作ろうかなと思います。昨日の鍋の残りにちょっと具がだいぶ空いたのでご飯を入れて雑炊にします。よっと、はい、ご飯がいい感じに煮詰まってきたんで溶き卵を入れていきます。はい、どうぞ。あ、1個じゃなんか卵がすごい少ない感じがする。じゃあもう1個ぐらいいるかな。え、いや、あれもいるし、だってあの、3個もいるし、でも5個もいる、明日明後日もね、じゃあ、明後日ないんか明日までやで、何泊すんねん。え、ネギ散らします。ババ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 。海苔があってもっとちょっとしてたな。いただきます。そうやんな、これで入るんだよ。確かにやろ。おいしい。あ、牡蠣や。牡蠣うめえ。撮ってるよ。おはようございます。はい、どうぞ。朝のメテオアリやります。はい、どうぞ。すごい鼻水出て大変ですけど頑張ります。ちょっとこれは恩師の斧。恩師の斧。重いな、これ。重いね。ここら辺もとかなんで出てへん。割れへんな。割れへん。やろうか。いい。え、やりたい。いやいや、お、怖っ。え、めっちゃ怖いやん。今、わざと狙っていい。あ、ほんま。わざとこう、角を。ああ、ありがとうございます。うん、わざとな、角狙い。角狙い、大切ない。べちょべちょになってまうな。べちょべちょになってまうな。いいが。うん。おお、怖っ。何ニヤッとしてんの。気が重くてさ、わかる。わかるよ。持ち上がるね、気が。うん。やろうか。いい。じゃあそれで割るから。ナタで割ってちっちゃくね。怖いわ、怪我しそう。怖い。全然ここ持ってるか。ああ、まあ、ね。それで持ち上げていけ。打ち上がれへんねこれ。おお。重いわこれ。ゆずより重たいかもしれない。ああ、重たいな。ゆずが5キロやろ、うん、これ多分5キロもないやろ、それ。嘘、あるかな。うわ、4個持ってる、全部あんのこれ。そうだ。お、すごいな、やる気やな。仕事叩き合ってくれ。お、そう、ここもな、節あんねん。お前、仕事叩き合ってくれ。同じことしか言えへんぞ。雨降ってきたよ。諦めた。諦めちゃったよ。怖いです。おいおい、野球のファールボールみたいな飛んできたらしい。ここが筋肉痛あるか。
雲が。すごいな、昨日の風で起き上がってるんで。あ、うまいね。めっちゃうまい。山芋の長芋ですね。長芋のホイル焼きをします。この長芋皮を剥かないままくるくると巻いて、うん、この間はちょっと一重じゃ破れたから、うん、今日は二重で、はい、これでを巻きに入れて今から30分から40分、はい、蒸し焼きします。蒸し焼き、はい、熱いよ。豆乳シャーシャーって言ってなんか全然奥に入ってないんですよ。はい、これであと、今10時49分なのでまあ11時半ぐらいか、うん、20分ぐらいかな、うん、はい、ありがとうございます。はい、今日はこのじゃじゃん1510円、 100g あたり199円、安いなこれ。このちょっとね切れ目の入ってる大きなお肉を買ってきましたので、これ今からねスキレットで、焼いてちょっとしたいと思います、うん、はい、まず雨降り込んでるな、ちょっと、うん、雨降ってます。牛脂をまず入れます。入れます。で、フライパンによく馴染ませていきます。はい、美味しそう。はい、せいくんは、うん、レアとミディアムと、うん、どっちが好きですか？俺はウェルダンだ。焼きすぎが好きです。めちゃめちゃ焼いてくる。でも私は超レアが好きです。胡椒だけじゃないの？ん？ブラックペッパーでしょ？ブラックペッパー、ガーリックソルト。これね、クレイジーソルトやった？クレイジーソルトじゃないね、これは。うん、だからクレイジーソルト、ガーリックソルトじゃないかな。ガーリックソルトを入れます。はい、なんかアクがあんまりない。もういいかな。うん、まだ煮込みます。あ、美味しそう。いい塩梅ですね。もうそれで食べたいぐらい、それぐらいの焼き加減で。でも最近のキャンプ場のトイレ事情はいいと思います。ウォシュレットもついてるんで、うん、お尻もすっきり。お尻もすっきり、お尻もすっきりっていうのを、ご飯を作りながらこういうことを喋るな。これは後で編集で音を入れておきます。ジューッ。
カラスをちょっと、あー左右の行ける奥の方が火が強いんよ。いや、知らん。これもっと出よっかな。一人ぐらい火力アップです。邪魔な芋だぜ。芋が邪魔だそうです。あ、今ニュージュ言い出した。うん、あ、じゃあここよ。何しようか。右手に、竹割り、竹割り巻き割りをすると、右手の握力が、熱っ。熱いよ。右手の握力がなくなるんですよ。うん。めっちゃ肉のいい。もうええんかな。いや、まだ赤いな。まだめっちゃ赤いよ。お腹痛いから、まだ赤い。熱や。そう。熱っ。国産やのか。あっちいや。右手の握力がほぼない。あっち。何が熱いの？左手のこのここの火が、ストーブから火が出てる。そういうことね。あ、サイコロステーキ的な感じで。そう、サイコロステーキにして、一口大にしたいんですよ。あ、そういうことですね。いや、最初からサイコロステーキ買えばよかったね。いや、でも、豚子の方が美味しいやろ。いや、分かる。いいかな。あっちもう、地味へんことになってるけど。かけますよ。うん。最後の仕上げに。ステーキソースを。うまそう。あんまちょえーって言えへんね。あ、おいしそう。お前、こっちで熱いやん。ん？熱いやろ？うん。そうや。はい、じゃあ今からいただきましょう、これね。実食。はい。あ、いいね。なんかザ・キャンプやね。あ、ビールをまずいただきます。この雨キャンプに乾杯です。タープが倒れてる。このうまいね。うん、風強いからね今日。あ、撤収してるけど嫌やな。この雨の中の撤収は嫌やな。また雨キャンプでやることないんですわ。食べて飲むぐらいしか。よし。はい、ちょっとね、50分経ちましたので、長芋をね、じゃーん長芋をダイレクトで。焦げてるさつまいもみたいになってる。これギュッてギュッてしちゃうんですね。飛んでいくから、うん、風強いんでね。ちょっと、お、